はいさい、今回は読谷村にあるホテル日光アリビラに来ています。というか実はね、この動画撮る前にもうすでにね、ニライビーチの方は撮影したんですが、そうだね、このホテルの左側のビーチをニライビーチ、そして今向かってるね、ホテルよりも右側のビーチをね、カナイビーチって言って、両方の名前、ニライとカナイを合わせて、まあ、沖縄で昔から言われている理想郷とかっていうね、意味のあるニライカナイっていうね、一つの言葉になるんですが、ね、今から行くのはカナイビーチの方行ってみたいと思います。でですね、今日の沖縄は比較的晴れていて、1本目のね、ニライビーチも、まあ、青空が広がっているおかげで青いね、綺麗な海が撮れたんですが、ところどころに、まあ、雲がね、やっぱりあるので、タイミングによってはね、ちょっとね、冬っぽい海になるかもしれないんですが、今みたいに太陽が出てると海も青く映るんでいいですよね。で、こちらラソールガーデンですね。白いね、教会が素敵です。せっかくだから少し入り口入って、そっか、ほんと綺麗なんですよね。なんかいいよね、この雰囲気。少しだけお邪魔しますね。ほら、絶景。ただね、逆光気味なんでもったいないですよね。綺麗です、眺め最高だよね。これ夏だったら青空がね、もっとしっかりした濃い青、ね、濃い青空なんで、白い教会とのね、青空にね、白い教会が映えるんですよね。で、今こう見えてきたあの海岸がカナイビーチのある場所なので、ここちょっとね、じゃないとね、結構100メーターぐらい進まないと乗ることがないので、ちょっとね、あんまりよろしくないはないと思うんですが、横切らしてもらいつつ、これちょうどいいところに太陽光、ああでもヤシの木が邪魔して残念だ。でもだいぶいい感じですよね。暑いな、今日24度あるらしくてね、この時期でもやっぱりね、晴れが続くと暑いです。しかもね、朝からずっと撮影してるので、だいぶ汗かいてるんですよ今日。もう普通に夏みたいですね。24度といえばあと1度気温が上がればね、夏日っていうぐらいなんで、まあ夏みたいなもんです。12月入っても沖縄はまだまだね、夏日の日あったりしますね。ちなみに沖縄本島はね、最近夏日にはならないんですが、昨日とか石垣の方はね、夏日だったみたいですね。26度って言ったかな。やばいですよね、12月で26度って。これ本当にぶっちゃけ冗談抜きで、クリスマスもね、晴れが続いてると20度とか普通になるんですよ。なのでね、もしかしたら今年もあんまり寒くのない、むしろ暑いクリスマスかもしれないね。とはいえ昼間が、ね、20度余るけれど、夜になると20度下回ることもね、最近ちょこちょこ出てきてるんで、まあすっかり秋めいてるのかななんてね、思いながら、秋めいてるっていう言葉、10月11月ぐらいに使う言葉か、はい、まあ沖縄でいう今秋ですね。でも全国的にはもう冬なんでしょうね。あ、逆光だからあの日ギラついちゃってるね。本当はね、午前中だったらもっと色鮮やかな海が見れたと思うんですが、午後なってるとね、やっぱり西海岸は東から西に、太陽昇って沈むじゃないですか。どうしてもね、午前中じゃないと海撮影しようかなと思った時に
正面に太陽があったりするんでギラつくんですよね。なのでもし午後にどっか海で綺麗な景色撮りたいななんて思ったら、午後の場合はやっぱ東海岸行くしかないですね。午前中だったら西海岸、東シナ海を撮影してもらってもいいんですが、これね分かってないとね、あんまり綺麗な写真だったり動画が撮れないんですよ。なので僕は午前中に本来はね読谷とか来るようにしてるんですが、今日ももちろん朝から晴れてたので、沖縄が朝から撮影しててね、あっちこっち撮影してる間に今度はね昼下がりの時間になっちゃったんで、まあしょうがないんですよ。暑いな、それにしては。で今どこに向かっているかというと、僕がね金井ビーチ来たらいつも訪れる場所で、このね岩に登って、ね、東シナ海を映すと本当綺麗なんで、今回もねここまで登って動画を終わらせようかなと思っています。ただねやっぱ逆光だからね、そこまで鮮やかな海がね映らないかもしれないんだよな。正面になるからギラついてるな。本来もっとね青々とした、ね、海が落ちてるかなと思ったんですが、というか波風でねこの辺に塩かぶって塩ってきてますね。結晶、結晶になってるの分かるかな、これね塩の粒、この辺とかめっちゃ塩の粒ですよ。で以前ここ廃所かなってね思ったりもしてたんですが、どうやら違うっぽいけれど、いや、ね、今日もあっちこっち撮影できてありがとうございますっていう、ね、気持ちだけ伝えて、よし、この岩の上絶景スポットに上がって、あれ正面に向いてるのバンタカフェだっけ、なんだっけ、うわー変わるとやっぱ海青いな。太陽の方向じゃなければ全然この季節でも青々とした海が背中でいいよね、沖縄は、日光の海だもね、いい感じです。眩しい、はい、おお右側最高だな、まあ、とりあえずギラついた左の海から落ちていこうか。太陽が今の雲のところにあるので、まあ、ギラついてるんですが、左側はねどうしてもちょっと振りっぽい海なんですが、太陽のね方角じゃないところを映すと青くて綺麗です。ちょっと今ね太陽雲に隠れちゃったんでタイミングが悪いね。でもまあホテル日光アリビラの金井ビーチ、金井ビーチから沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。もうちょろっとだけねおまけ動画あるんで最後まで見てください。じゃあまたね、バイバイ。